にちは、いちごタルトです。今回は山形県の酒田市の港で前回釣りをしてたんですけど、その釣りで釣れたキスと、あと釣りの方にいただいたちっちゃいかわいいタイをいただいたので、これを夕ご飯にしたいなと思ってるんですけど、ちょっと捌くのだけここでやっていこうと思います。なのでちょっとさばいて、で夜車車中泊で料理作って食べようと思います。はい。まあさっきのおじさんが、タイをくれたおじさんがまた声をかけてくださって、氷までいただいちゃいました。ありがとうございます。めちゃくちゃもういろいろしていただいて助かります。嬉しいな、すごい優しい人がたくさんで嬉しい。これもいただいたけど、さばくだけさばいてここに入れて持って帰りたいと思います。キスのさばき方、簡単なさばき方覚えたのに忘れちゃったよ。やだ、うんちしてるんじゃないこれ。はい、今車に戻ってきました。というか実はちょっとお風呂にも入ってきて、暑くて一生懸命釣りに没頭して眠くなって寝ちゃったので、今は朝です。朝ごはんに昨日釣ったタイは釣ってない、昨日釣ったキスといただいたタイをちょっと今回はタイ飯的な感じにして、炊き込みご飯みたいな感じで食べたいと思います。で、今からご飯を入れていきます。ということで始まりました、タルトの適当車中泊レシピ。レシピではないんですけど、本当に目分量でやっていくので、今からご飯をまず入れていきたいと思います。お米を入れてきました。相変わらず計量カップ持ってないので、だいたい半合ぐらいをイメージして入れてみました。水の量はお米の倍ぐらいのイメージなんで、勝手にここら辺までちょっとお水を入れたいと思います。無洗米もあるんだけど、無洗米じゃないいや、その封を切っちゃってるのがあるので、ちょっと米といで、溶き汁はこの中に入れときたいと思います。汁ってこんな白くなるんだ。だいぶ溶けたんで、お水入れてちょっと30分ぐらい置いていきます。お水入れました。お米の倍ぐらいにしたつもりなんですけど、ちょっと多い気もするけど、まあおかゆっぽくなってもいいかなということで、ちょっと硬いより柔らかく多めに水を入れました。で、ちょっと置いていきます。はい、30分ぐらい経ったので、このご飯の中に昨日のお魚ちゃんたちを入れていきたいと思います。キスとタイが小さくなっちゃったんですけど、皮付きのタイを入れます。適当飯なので、ちょっと分かんないけど適当に、だしと白エビのだし、目分量炊き込みご飯4人前って書いてあるから4分の1ぐらい入れて、お醤油もちょっと入れます。お塩もなんとなく入れときます。
地塩だからあんまりなんかしょっぱくないんですよ、この塩で。お魚を入れていきたいと思います。タイとキスちゃん、タイとキス、わかんないからちょっと皮の方と身の方を一個ずつにしてみました。ちょっとかき混ぜた方がよかったかな、自然にかき混ざるかな、なんか味薄そう。食べてみて薄かったらまたお塩か醤油かなんかかけましょう。よし、これで蓋をして米炊いていきます。飯盒なのにいつもこんな吹きこぼれないのにめっちゃ吹きこぼれました。あとめっちゃお出汁と醤油のいい匂いがします。めっちゃ吹きこぼれてるし、車内の温度めちゃくちゃ上がってます。暑い、もう夏で暑すぎて、今日はちょっと標高の高いところで車中泊をしてます。ほんと全然違う、もうぐっすり眠れるとも違うので、やっぱ高いところでにわざわざ行く甲斐があるぐらい、ほんと行って試着した方がいいですね。めっちゃ煙出てきたけどどうなんだろう、蓋開けてみようか。わお、めっちゃ美味しそう。絶対まだだけど美味しそう。色もすごいいい感じです。パチパチ音がしてきたんで火止めたいと思います。ここからちょっと蒸らしていきます。よし、暑くなってきた。だんだん日中になるにつれて朝涼しくてもほんとすぐ暑くなるんですよね。よし、じゃあ蒸らしといたご飯食べたいと思います。じゃあオープン。よいしょ、おー、またちょっとお米がパラ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 っていうか硬そうかもしれない。じゃあこんな感じでタイとキスの炊き込みご飯完成でーす。ちょっと映えはしないけど、それではじゃあ行きたいと思います。いただきます。はあ、熱い。結構なんかお米半合以上にもなんか量ができたような気がします。米が多かったのかな。ちょっとご飯から、絶対硬いなこれ。でもいただきます。熱そう、あっかい。あ、でもなんかちょうどいい味に、ちょうどいいパラパラ、うん、味も結構染みててめっちゃ美味しいです。ご飯だけでも全然食べれる、おにぎりとかにしてもめっちゃ美味しそう。うん、美味しい、味付けがいい感じ。あっぱい。自分で釣ったキスいただきます。キスちょっと骨ついたまんまだから骨避けていただきます。赤い、赤いよ。うん、白身魚で美味しい。魚にまでは味は染みてないけど、でも美味しいです。いただいたタイも食べてみたいと思います。しっかり皮も美味しそうな感じにできてます。ふっくら炊き上がった、ちゃんと炊き上がってる。いただきます。うん、美味しい。超適当なタルトの策だったんですけど、すごい美味しくできてよかったです。無事お魚も釣れたし、いろんな山形は本当いろんな人が話しかけてくださって、県民性なのか人が優しいというか、すごい、なんていうの、すごいコミュニケーションを取ってくださるので、めちゃくちゃ嬉しい旅になってます。美味しくて嬉しい旅です。こんな感じで日本一周、釣りとかでちょっといろいろ
今夜のおかずを取ったりとか、いろいろそういうのもしながら、アウトドアも楽しみながら日本一周満喫していきたいと思います。ということで、以上いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがとう。